1984は1984年1月22日の第18回スーパーボールのテレビコマーシャルとして放映されたリドリー・スコット監督のアップルのマッキントッシュ用テレビ CM であるジョージ・オーエルの SF 小説1984を元にしている最初にテレビで放送されたのは 1983年12月31日に、アイダ補修のテレビ局、KMVT-TV だった。広告の対象となった、マッキントッシュ 128K1984 は、アップルから発売された初のマッキントッシュコンピュータの 128K の発売を記念して、リドリー・スコットが監督した、テレビ CM であり、広告の傑作とされている。 業界史でさえも今までで最高の広告であるとも考えられている。60秒の CM であり、未知のヒロインを演じるワンやメジャーとビッグブラザーのデビッド・グラハムが出演している。ジョージ・オーウェルの小説1984の世界観を元にされており、発売商品を見せず具体的に説明しないことで広告誌に名を残している。 1984年1月22日の第18回スーパーボールの際に9000万人の視聴者の前で全米で一度だけテレビ CM として放送された。ブルーとグレーを基調としたディストピア的な産業環境から始まる。灰色の服を着た人々が更新しながらテレスクリーンへと向かい背景で全体主義的な社会の達成を称賛する。 ビッグブラザーの演説を聞いている。そこへ、スポーティな女性が走って現れる。アスレチックな外見で、ハンマー投げを思わせる、広頭のハンマーを持っている。服装は、オレンジ色のショーツに、リンゴ、マッキントッシュと、芸術的なキュビスムデザインが描かれた白い、タンクトップを履いている。周りの風景とは一線を隠した色合いとなっている。 太陽のヘルメットで顔を隠した黒い暴動服を着ている棍棒で武装した4人組に追われ、女性は広場に突っ込んだ。冒頭で見た灰色の人々の群れがこの広場に座っており、巨大なテレスクリーンに目を釘付けにしている。その上で沈んだ顔で眼鏡をかけて目を部分的に隠している男性が相反する思考を終わらせるきっかけとなった。 情報上カレーの一周年記念公演を行っている。この思想の統一こそが、そこにある、最も強力な武器であると述べている。1948年に書かれたジョージ・オーウェルの小説、1984に登場する、ビッグ・ブラザーである。その後、アスリート女性と巨大、テレスクリーンを交互に映し出すショットが続く。そのまま、以下の演説が続く。 今日を情報上化例の最初の記念日にしよう。我々は史上初めて純粋なるイデオロギーの園を完成させた。そこでは矛盾する真実という害虫から守られ、おののの労働者が花開くのだ。思想の統一は地球上のどの艦隊や軍隊よりも強力な武器だ。我々は一つの意志、一つの決断、一つの主義を持った人民なのだ。 敵は議論のうちに自滅するだろう。さあ、奴らを混乱のうちに葬りサロではないか。我々が勝利する。部屋の真ん中にいる女性は、ビッグブラザーが、最後に、我々が勝利する。と宣言する中、駆け上がり、テレスクーンに向かって叫びながら、ハンマーを投げつける。テレスクリーンが砕け散り、光と煙の突風を発生させ、観客に、驚きの声が広がる。 最後は、以下のようなナレーションが被さる。1984年1月24日、アップルコンピューターはマッキントッシュを発表します。そして今年1984年が、小説、1984年に描かれているような、年にならない理由がわかるでしょう。アップルのロゴである多色のリンゴが、テレビ CM を締めくくる。 当時のアップルの広告代理店であるシャイットデーは1982年に1984年が小説1984に描かれているような年にならないというスローガンですでにアップル2の広告をデザインしていた。しかし、この広告はウォールストリートジャーナルに向けたもので一度も放映されることはなかった。 1983年、スティーブ・ヘイデンとブレント・トーマスが、マッキントッシュの広告のためにこのスローガンを復活させ、シャイット・デーが、エコンテを作成した。後者が、アップルに提示されると、当時の最高経営責任者のジョン・スカリーは、消極的だったが、スティーブ・ジョブズは、マッキントッシュは、急進的で革新的なテレビ CM に値すると、考えていた。 ジョブズに説得されたスカリーは、二人とも CM 撮影の許可を出す。その後、スーパーボールの60秒と30秒の二つの広告枠を購入した。エイリアンとブレードランナーを監督したリドリー・スコットが1984とアロー・アゲインと呼ばれるリザの広告の監督に起用され、シャイット・デイは90万ベイドルの予算を割り当てている。 1984では、スコットは、前作と同様に、フリッツ・ラングの映画、メトロポリスから一部発送している。1983年9月、スコットは、シェパートン・スタジオで1週間の撮影のために200人以上の、キャストを集めた。テレビ CM で阻害された男らを演じている、エキストラは、 スキンヘッドのイギリス人と頭を剃るために1日125ドル支払われている素人だった。選手役はその場で回転してから3キログラム近いハンマーを正確に投げるため多少の苦労をしていた。そこでハンマーを使いこなすことができる経験豊富な円盤投げの選手、アンやメジャーが選ばれた。当初、エコンテにはビッグブラザーのナレーションは入っていなかった。 しかし、リドリー・スコットは、デビッド・グラハムにナレーションを言わせたいと考えており、最初は、消極的だった、デザイナー編集者のスティーブ・ヘイデンは、スコットが自分でセリフを書くと述べた後、この要求に駆使した。最初の編集を経て、リカツローとスティーブ・ヘイデンは、ジョブズとスカリーに紹介し、好印象を与えた。1983年10月23日、 ホノルル市民会館で開催された年に一度の営業会議で初めて公開された。会場に出席した750人の観客から大きな拍手が送られた。ジョブズとスカリーは最終的な編集に自信を持っていたため、1983年12月に当時のマーケティングディレクターであったマイク・マレーにマイク・マークラ、ヘンリー・シングルトン、アーサー・ロック、 ピーター・オー・クリスプ、フィリップ・エス・シュレーンなどのアップルの取締役会にテレビ CM を提示するよう依頼した。評価は予想通りではなく、誰もが高く評価しなかった。マイク・マークラは、誰か別の代理店を探してくれと述べ、他は史上最悪の宣伝と指摘した。マッキントッシュのマーケティングチームが役員会の意識改革のために依頼した。 フォーカスグループの前での放送は、コンピュータ製品の広告としては、過去最低のスコアを記録した。当初の案では、1984を60秒枠で放送し、その後、30秒枠で短縮したバージョンで放送する予定だったが、取締役会は放送しないことと、2つの第18回スーパーボールの枠を再販売することを要求した。スカリーは、 ジェイキアットに、その要求を伝えたが、指示に逆らって、メディアディレクターに30秒枠だけを売るよう依頼した。再販時間が短いにもかかわらずすぐに、買い手が見つかり、アップルが80万ドルで購入した60秒枠は、残された。商業的に失敗した場合に問われる責任から、自分を守るために、スカリーは、ウィリアム・ V ・キャンプベルト・ E ・フロイド・クバムにテレビ CM を、 放映するための決定を委任した。念のため、IBM PC と比較しながら、1984よりもマッキントッシュを前面に押し出した、マニュアルというテレビ CM もあった。この CM では、それぞれの取扱説明書の大きさからもわかるように、分厚く重厚である IBM PC と比べマッキントッシュは、シンプルであることを説明していた。 1984放送に向けて受け入れようとするスティーブ・ジョブズは普段はこの件に関してあまり関与しないスティーブ・オズニアックに助けを求めた。ユーマチックで CM を流し、ウォズニアックは最高のテレビ CM だと述べた。ジョブズはウォズニアックに取締役会が放映に反対したことを伝えた。スティーブ・オズニアックが報じたスティーブ・ジョブズによると 放映反対の理由は、スーパーボールの広告枠の高額な費用のためだった。ウォズニアックにとって、1984のような SF 作品は放送すべきだと考えており、それぞれが、スーパーボールで放送するために必要な80万ドルの半分を支払うことをジョブズに提案していた。しかし、ウォズニアックは、当時の自分が甘かったことは認めており、取締役会が、 1984の公開に反対していた本当の理由は、取締役会が IBM に立ち向かう自信がなかったからだと気づいていなかった。結局、キャンベルとクバムは1500万ドルの予算をかけ、マッキントッシュの100日間の大々的なプロモーションキャンペーンに、この1984を含めて放送することにした。 第18回スーパーボールは1984年1月22日、タンパのタンパスタジアムで、ワシントン・レッド・スキンズが、ロサンゼルス・レイダースと対戦した。1984は、CBS のハーフタイム後の最初のコマーシャルブレイクで、ある、サードクォータータイムの初めに放送されている。この時の視聴者は9000万人以上と、推定されている。放送直後は、 言及されたものの具体的に紹介していないマッキントッシュとは何なのかアップルシャイットデー CBS への電話が殺到した当時の ABCCBSNBC の3つの主要テレビネットワークが1984について言及し夕方のニュースで繰り返すほどの注目を集めたシャイットデーの見積もりによると これにより500万ドルの広告を生み出した。アセニルシンによると、1984はアメリカの世帯の45%以上、男性の50%と女性の36%が視聴した。俗説とは裏腹に、1984は複数回放送された。シャイットデーは、1983年12月15日午前1時、アイダホ州。 スインフォールズの地方テレビ局 KMVT で放送終了直前の午前1時20ドルを支払って CM を放映した。1983年の間に一度は放送され、その年の最優秀広告を表彰する様々な大会に出場できるようにすることが狙いだった。また、1984年1月17日から数週間にわたり、 広告代理店のスクリーンビジョンによって短縮バージョンがアメリカの多くの劇場で放送された。1月24日のマッキントッシュ発売から1週間後、何が起こるかわからないまま、マッキントッシュの幹部が月例の取締役会に招かれた。部屋に入ると役員からスタンディングオベーションを受け、1984の放映反対に関する間違いを認め、 マッキントッシュの発売成功を祝福した。1980年代には最初のいわゆるパーソナルコンピュータが登場し、コンピュータの民主化が始まった。しかし、1981年に発売された IBM PC と1983年に発売されたアップルリザには大きな欠点があり、前者は2万5000米ドル。 後者は1万ドルと比較的高額であったため、ほとんどの用途がビジネスに限られていた。この問題に対する IBM の対応は1983年の IBM PCJR の登場であり、Apple ンピューター e 側は1984年のマッキントッシュの登場だった。当時、アメリカ人がコンピュータやサイエンスフィクションといえば、スタンリー・キューブリック監督の映画、 2001年宇宙の旅に登場する人工知能を搭載した強力な HAL9000 のイメージを思い浮かべる人が多かった。そのため、コンピュータは比較的悪いイメージに悩まされ、企業は単純で無害なものに見せなければならなかった。このため、IBM は最初の PC を宣伝するために人気のある人物を選ぶという逆の方向に進んだ。 チャーリー・チャップリンで IBM PC とその後継機のキャンペーンで大成功を収めた。1984でアップルは消費者の不安をつかみ、情報化時代の複雑さを善と悪の戦いとして提示している。アップルはコンピュータ市場のマニキューな見方を消費者に伝えたいと考えていた。一方では IBM ビッグブルーに象徴されるように悪い技術、 中央集権的で、権威主義的で、人間を潰して支配するようなものがあり、もう一方では、アップルのマッキントッシュによって具現化された、独立性と自由に基づいたコンピューティングの別の概念がある。また、広告では、ビッグブラザーのような非常識な人は男性ばかりだが、アスリートは女性となっており、広告もジェンダー間の強い対立に頼っている。これにより、 視聴者は、Mac ユーザーを抑圧されているものとして認識し、m a c ン i n t o s h を他の男性的なコンピュータと区別することができるようになる。史上最初のコンピュータプログラムの開発者は女性であるエーダラブレスだったにもかかわらず、当時コンピュータは男性の領域であるとされたため、m a c i n t o s h は何か新しいものを表現したかったとされている。1984では、 アスリート役に女性を起用することで二重の役割を果たしている。ある意味では女性は利用者としてハンマーはマッキントッシュとしてビッグブラザーを破壊するための道具として見ることができる。また別の解釈ではマッキントッシュのロゴが入ったタンクトップを着た選手はマッキントッシュそのものを擬人化しているともされている。 このようにして、マッキントッシュと Mac ユーザーの両方を女性として擬人化している。これは、アップルがコンピュータが一般人に利用されることを支持し、潜在的にパーソナルコンピュータ市場を拡大する可能性があるとも見られている。また、すべてのユーザーにとって、マッキントッシュをよりユーザーフレンドリーな存在にしてくれることを期待している。そのため、 従来から仕事に関連付けられていたパソコンとは対照的に家庭用パソコンとして利用される可能性が高くなっていた。皮肉にも1984ではビッグブラザーが体現した悪がテレビで放送されている。広告とマニキュア的な宇宙の文脈ではテレビは悪を表しコンピュータは善と表している。1984は 受動的にテレビや多くのコマーシャルを見るのではなく、想像力を発揮できるように、子供にパソコンを購入するよう目のうちに促している。テレビを見るよりもパソコンを使う方がアクティブになることを前提にしている。また、1984は、スティーブ・ジョブズがアップルから強制的に撤退する前の最後の大きな戦略的過ちの一つとして、 マイクロソフトではなく IBM を警戒すべき敵と考えたことを反映している。ビル・ゲイツとポール・アレンによって設立された多国籍企業のマイクロソフトは今日ではアップルの主要な競争相手の一つとなっている。アップルの成功は販売されたハードウェアではなく主にソフトウェアとその使いやすさに起因しているとジョン・スカリーは認めている。 1984は、初放送以来、数々の賞を受賞している。1984年、第31回カンヌ国際広告祭、グラン・エフ賞、クリオ賞、ベルディング賞を受賞。また、その後においても数々の賞を受賞している。1984は、企業の広告キャンペーンへのアプローチ方法に影響を与え、人々に、商品ではなく、 看板を消費させ、スーパーボールを資本主義への真の参加という一大広告イベントへと変貌させることに貢献した。1967年では30秒の広告枠費は4万2000米ドルであるのに対し、2007年では300万ドルとなった。これはスーパーボールが必須な期間であると広告主が示す関心を表している。また、メディアは スーパーボールと同等に同時期に放映される広告に興味を持っている。その後も大手 IT 企業やインターネット、関連企業も重要な広告主として参加している。1984はマッキントッシュの販売に好影響を与え、最初の100日間で7万台が販売され、推定より40%も高くなっている。広告の効果は放送期間を超え、 売上にも現れておりヒステリシスと呼ばれる広告では比較的珍しい現象である。アップルはマッキントッシュの20周年を記念してヒロインのベルトに iPod が見える広告の修正版を制作していた。1984から少し手を加えたこのバージョンは2004年1月6日にモスコーニセンターで開催されたマックワールド アイワールドの開会基調公演の際に公開され、しばらくの間はアップルのウェブサイトで公開されていた。バルブコーポレーションが MacOS 10でのハーフライフ2のリリースを公表するため1984を元に予告動画を制作した。マイクロソフトとアップルコンピューターのライバル関係を通してパーソナルコンピューターの始まりを語るテレビ映画。 バトル・オブ・シリコン・バレーは1984の撮影を再現するところから始まる。ノア・ワイリー演じるスティーブ・ジョブズが J.G. ハーツ・ラー演じるリドリー・スコット監督と会話する様子が映し出されている。2007年4月パーク・リッジ47で登録したユーザーが2008年のアメリカ合衆国大統領民主党予備選挙でバラク・オバマを応援するために 1984を元にした映像を動画共有サイトの YouTube にて公開した。また、マット・グレーニングによって制作された2つのテレビアニメシリーズでパロディ化されている。ザ・シンプソンズのマップル社のマイポッドシーズン20の第7話では警察に追われている漫画のセールスマンのジェフ・アルバートソンがマップル社のボス。 スティーブ・モブスの演説を放送している巨大スクリーンにハンマーを投げつけ壊している。2020年8月13日、ゲーム会社のエピック・ゲームズは、フォートナイトが、アップルのアプリストア、アップストアの規約違反となっている、マイクロペーメントを提供し、アップストアから削除された。その後、エピック・ゲームズは、1984をパロディ化し、 アップストアのマイクロペイメント独占に対抗している。Google のアプリストア、Google プレイからも同様に削除され、エピックゲームズは両者に訴訟を起こした。原文、オンジャニュアリーニフォース、Apple Computer Will Introduce Mackintosh, and You'll See Hawaii 1984,Want to Be Like 1984。原文、Full Wants to Move Too。Find. a new agency 原文 this is the best word i've ever seen 原文 this should be shown this is s mac ユーザーは一般的にマッキントッシュを使用しているものを指す mac はマッキントッシュの速記語でありユーザーは英単語で利用者を指す大規模なキャンペーンで一つのテレビ cm の影響を測るのは難しいありがとうございます